ワシントン21日ロイター・米ホワイトハウス国家安全保障会議の報道官は21日、イスラエルのネタニヤフ首相とガラント前国防相に逮捕状を発行した国際刑事裁判所 ICC の決定を根本的に拒絶すると表明した。報道官官は検察官らが逮捕状請求を急いだことや この決定につながった手続き上の誤りについて深く懸念しているとし、米国はパートナーと次のステップについて協議していると述べた。ICC は同日、ネタニヤフ、ガランと両氏に対し戦争犯罪と人道に対する罪の容疑で逮捕状を発行したと発表した。問題を報告、関連記事、イスラエル首相らに逮捕状、ICC ガザで戦争犯罪容疑、レバノン、 停戦案修正を要求イスラエルの即時撤退と自衛権含むガザ紛争死者7割が女性子供生まれたばかりの乳児もイコール国連アングル戦火でも消えぬそう